おはようございますというかこんにちは、しゅうみんでございます。今ですね、米原からですね、寝屋川にあるオークション会場までですね、車を改装しております。今日ちょっとビデオ回してるのは、質問があったので、その質問に答えたいなと思ってビデオを回しております。その質問というのがですね、しおみさんは、しおみんは夜眠たくなった時にどうすんのという話をですね、質問で受けたのでですね、とりあえずそれにお答えしておこうかなと思って動画回してます。はい、だいたい僕ね、眠たくなったらやることっていうのは、実はまずどっかコンビニに泊めてですね、15分ぐらい寝るっていうのが一番いいのかなとは思ってます。だいたいですね、いつも僕も15分ぐらい寝ようと思って、アラームをセットしてコンビニとかにですね車止めて寝ているんですけど、寝てる時にアラームよりも先に起きますね。なんかあれなんでですかね、わかんないですけど、それでですね、本当に15分ぐらい寝れなくてもいいんで、目を閉じてるだけでですね、だいぶ回復することが多いですね。はい、ですので眠くなったらまず止めるという、車を止めて仮眠取るっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、それができないのであれば、やることは実は3つということになります。まず僕は、窓を全開にするっていうことをやってますね。はい、助手席側の窓も運転席側の窓も後ろに後部の座席がついてたら、後部座席もですねひっくるめて全部ね、全開にしてるっていうのが結構あります。はい、だから一つ目は窓を開けて眠気を覚ますというやつですね。はい、ございます。で、二つ目はですね、こういうやつですね、ガムとかですね、あとはお水飲むとかですね、何か、口に入れてですね、顎を動かすってことですよね、きっとね。そうするとですね、脳に刺激がいって眠気が覚めるといったところを利用することもあります。だから2つ目は何か口の中に物を入れて顎を動かすということが2つ目ですね。3つ目なんですけど、これもまあ顎を動かすっていうのと一緒でですね、歌を歌ってるっていうのが多いですね。何の歌かって、まあいろんな歌を歌ってますけど、単純にもうこう眠い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 って言いながら歌ってますね。はい、これが実はよく聞きます。はい、ということでですね、眠くなった時の対処法ということでですね、3つの方法をお伝えしておきましたということで、もし参考になればですね、嬉しいでございます。はい、ではまた違う動画でもお会いしましょう。ごきげんよう。あ、高評価とかチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。